続きからやっていくよ。前回までの超大まかなあらすじなんですけど、ルブランっていうね、あのおっぱいお姉ちゃんがソフィアを盗んだので、ルブランのねアジトに潜入するっていうところで終わりました。で、潜入するためには戦闘服がね3個必要っていう感じでね、そう、温泉を使ってるところを盗んだり、ようやく手に入れたっていうとこですね。魔物はね8匹ね終わらしときましたね。魔物のねレベルもね全部ね上げてからね、魔物人生だからね、これ結構全然上がんなくて苦労しましたね。見てないのがブループリンちゃん、僕のご主人様を知りませんか。2年前にはぐれたっきりお会いすることができずにいるのです。僕はご主人様のお役に立つためだけに存在しているのです。早く探さなければ。息を呑むような神秘的な美しさを称えた森と、儚い光に包まれた幻想的な花の咲く川との間に僕たちの小さな町はありましたけれど、突然ご主人様は消えてしまったんです。もちろん僕たちは日夜探し続けましたけれど、ご主人様は見つかりませんでした。ご主人様は僕たちの救世主でした。僕たち一族と人との間には溝がありました。そんな僕たちに救いの手を差し伸べてくれたのがご主人様。ご主人様は一族の長となり、僕たちのあるべき方向へ導いてくれました。この世界の全てを始まりの姿に戻す、お前たちはそのための力となれ。悲痛な眼差しでご主人様はいつもそう言っておられました。何族なんだろう。他の魔族から聞きました。僕のご主人様は塔に異界に旅立たれていたと。ご主人様亡き今、僕がスピラにとどまる理由などありません。シンラ君、どうか僕をマカラーニャの森に、僕が最後にご主人様を見かけたあの場所まで連れていてくれませんか。おお、自分も成仏をそこでするってこと。何族なんだ。シーマのこと。え、グアダ族ってこと。かつてまばゆいほどの美しさを称えていたこの森も、今は次第にその輝きを失いつつある。僕のすべては2年前にとうに失われていたのかもしれない。ご主人様のいない世界で生きてゆく力、僕にはない。あなたのおそばに参ります。あ、たった一つ心残りを。僕がご主人様の心の闇に気づいていながら、その傷を癒すことができなかったことです。惜しいわか。魔物の身になったものならば誰しも感じる。ご主人様と分かち合えていたなら。ああ、慕われていたんだな。ねえ、シーモアに伝わるといいですけど。ないこれ。あ、伝わったんだ。なんか話してる。なになになに。キャー。え、なに、え、歌うのこれもしかして。え、え、なに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 、なんすか。生きてる。ご主人様の夢を見ていた。夢から覚めた僕にご主人様の声が聞こえたような気がした。異界に行くのまだ早い。それは夢を見ていた僕の幻聴だったのかもしれません。でも僕はこれからこの森を出て、永遠の凪節の訪れたこのスピラをもうちょっと冒険してみようと思いました。これはただの予感なのですが、もしかしたらご主人様がまだこのスピラのどこかにいらっしゃるような。え、ちょ、ネタバレ、おまあれ、嘘でしょ、いるの。はい、ちょっとなんかすごいもん見ちゃったなあと、これがラスト
か9を見れるの。やったぜ、誘拐してやったぜ。それも3人も。やばいやばいやばい。前から目をつけていたあの家に忍び込んでベッドで寝ていたガキをまとめて袋に詰め込んでトンズラだ。おいおいおい、ホワイト案件なんてねえんだよ。あの若い母親今頃ガキを探し回ってるだろうな。一体いくら身代金をせしめられるかな。ひひ、大儲けだ。それにしてもこいつら兄弟なのに全然似てやしねえ。あの美人の母親にも全然似てないし、本当に兄弟か。失礼な。いってってて、こいつら針を忍ばしてやがって、飛ばしやがって、え、針を飛ばす。こっちが怒っているのにポカンとした顔しやがって、誘拐されたこと分かってんのか。それにしても落ち着きのないガキどもだ。これサボテンダーでは。くっそ、続きやがって。何なんだ、やべえな。ハズレを引いちまったか。ママのところに返さねえと、こっちの身が持たねえ。解放する。間違えてサボテンダーを。え、ママルールーもう産んだの。あ、ルールーのぬいぐるみのこと。なぜ間違えた。今度からもっとおとなしいガキを誘拐するぜ。アバよ。あ、ぬいぐるみだ、かわいい。え、こよこよ。え、こよこよいるが、どこ行ってたの。いた、どこやんき。知らないおじさんと遊んでたんだ。はあ、知らない人にはついていくなんてママ言ってたよ。言ってたね。あ、人は何しちゃうもが。しゃ、ママこっち来るよ。ママって呼んでんだ。わあ、かわいい。トイストーリーみたい。え、トイストーリーじゃん。さて、侵入するざますよ。広いと、あ、やば。パトが一瞬おとぎやってたのバレるな。雷のとこ。さあ、ルブランのアジトに行きます。ルブラン、なんでスフィア欲しいんだろう。売りたいんかな。うまくいくかな。バレたらその時。じゃ、着替えよっか。今ここでさっきも着てたじゃんね。着替える。おお。さあ、ミッションスタート。潜入します。ルブラン一味のアジトに潜入し、盗まれたスフィアを奪い返せ。盗まれたスフィア発見。変なとこにありそう。壁プロいっぱいしなきゃね。着替えシーン飛ばされた。ん？あ、怪しい。お疲れ様でーす。いいのそれで。ギャルじゃん。え、いいの。バイト終わりのギャルじゃん。作戦成功。いいのそれ。まだこれからだ。スフィアを探そう。あ、カチャって言ったね。ありがとう、ルブラ。あ、ヌージだ。いいんだよ、あんた。うん、これでベグナガンのアリカが分かったわけ。なんかメスの声してない。スピラはしばらく荒れるぞ。気をつけてな。あいよ、お前さん。え、メスの。何？今度会えるのはいつだろうね。え、そういう感じ？会えない時間の長さが思いったらないよ。ルブラン。ああ。え、ルブラン、ヌージが好きってこと。今度いつ会えるのかなって言ってるから付き合ってないんじゃない。片思いかな。てか、ヌージはなんか興味なさそう。あ、うのうさおんのう。ヌージの野郎が来てる時は別人だよな、お嬢って。慣れない猫かぶりで肩が凝ってる頃だろうよ。みんなの心配がなんか変な方に行ってる。 お嬢の部屋に行っていつものあれを頼むぞ。何？アンメルツ横横？あれって？お嬢の疲れを癒して差し上げるってわけさ。
なんでしょうかね。ピロ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 、何ですかね。え、嘘よ。思ったよりも推し活に真剣だったわ。ごめん、なんかメスの声とか言って。はっ。それじゃ、頼むよ。マッサージしろってこと？ルブランの反応を見ながら心を込めてマッサージ。国や条件、ルブランが満足する。え、なにこれ、エッチじゃないの？大丈夫？え、なになに？え、あ、真ん中だろ、こういうのは。ここね。あ、満足した。お尻は、お尻は？え、お尻がいいの？そうじゃないんだよ。あ、違う？同じとこダメなんだ。上。ああ。なにこれ？聞いてないよ。あ、ダメだったの。ここ。やるじゃないか。なにこれ、運ゲーみたいな。ねえ。お尻は？やるじゃないか。お、満足してる。お尻いいんだの、かなり。いた。あ、ここは違うんだ。いいね、ここはいいんだ。なんだそのこだわり。お尻の横は？やるじゃないか。ここもいいんだ。やるじゃないか。そうじゃないんだよ。左とか。お、満足してる。あと、あ、これで。いい感じだよ。これでエッチなゲームが終わる？あんた、急にうまくなったね。急にうまくなった。あ、そうですか。ああ、もうちょっとした。ああ、そこそこ。ほんと、いい男だよね、ヌージの旦那ってさ。ぶっきらぼうなんだけど、おお、推しを語る。時々見せる笑顔がたまらないんだ。うん。あたしゃ、あの顔が見たくて、スフィアハンターやってるようなもんさ。え？ヌージのために盗みを。あの人が喜んでくれる。すんごいスフィア、どこかにないもんか。そういうことだったの。あ、寝た。寝たね。寝ちゃった。あ、本当に。名人。ユーナ様。お気を確かに。お嬢、寝ちまったか。マッサージの後はいつもこれだ。大事な話があるって言うから待ってたのにな。大事な話。お前、うん、その間にスイッチを点検しといてくれ。スイッチ？リビングの奥、いつも点検してるだろう。何のスイッチだろう。お、なんか開いた。もう期待させちゃってさ。が何もない。はっ、バン。わっ、リュック。もう一つの部屋が出てきた。って点検とは一体。ひどいよ。文句はルブラン様に言いな。様？あ、パインさん。こんなの着てるせいだな。さっさと着替えよう。あ、脱ぐんだ。すごい格好じゃない？やっぱりパインさんは真面目だからね。やっぱ仕事となったらね。こちら兄貴、うまくいったか。兄貴、静かにしてよ。隠密行動中なんだから。切るよ。ゲーッ、リーダーに向かってその態度は何だ。うるさいな、もう。お兄ちゃん相変わらずだ。なんだ、誰の声だ。あ、バレた。おー、カモメダン。やば。こうサクサク行きましょう。ガチャ、ここにあるのか。ん？ん？なんかスフィアあったね。あったー！で、丸出しで置いてある。
これ、盗まれたやつと違うんじゃない？え、違うの？見てみようか。赤城隊員選抜、最終演習の生存者はありません。以上。お、勝手にまとめるな。よく数えてみろ。死体が足りないだろうな。死体が足りない。候補生3人分と記録係もいたはずだな。この声はってことは3+1で、生存者は死に損ないは4人だ。分かっているな。やれやれ。何か言ったか？いいえ、とんでもございません。死に損ない。スカだな。人の部屋を漁るなんてお行儀が悪い娘さんたちだ。そっちだって私らの引くって勝手に入ったでしょ。そうですな。お嬢の命令だからいいんだよ。なぜそれ。セキュリティトラップ作動。え、なんだこれ。罠。こっちには来ないってことでしょ。あ、これ、どういうこと。宝あるし。これは何だ。いかにもって場所だね。手分けして探そう。スフィアあるか。ユーナ探してる。それ見てるんか。あった。あった。え、あったの。え、こっちにも2つ。なるほどね。割れてる。2つに割れたスフィアなんてどうして取ったのか。誰も宝に触れない。あいつらスフィアの片割れを探してたんだね。あー、これで揃ったんだ。あ、ルブランとも戦うのか。だんだん苦労して集めたんだよ、ヌージの旦那のためにね。指一本触れさせるもんかい。お前たち、やっちまうよ。えい、わじゃ。えい、どうする。もう少し痛めつけとく。ここなら悲鳴はどこにも届かないな。ちょっと待っておくよ。あのスフィア、見せてやるかな。見せてやる。どうぞ、ご自由にご覧ください。結構したたかだ。一体何の映像が入ってんでしょうかね。ホーリーかな。あ、これティーダのやつかな。あの怪しいマシン、ロボットみたいな。お、兵が歩いてる。いっぱいいる。一体これは何なんだ。厳重になんか見張ってるね。やばそう。ラスボスじゃんこんなの。え、あ、終わり？大いなる存在、ベグナガンだよ。ベグナガン。撮影地点も解析済みさ。どうやらベベルの地下らしい、ね。ベベルの地下にこれがいる。昔も今もベベルは隠し事だらけか。その通り。エボンの奴らは大昔の兵器を隠し持っているってわけか。そういうこと？こんなものが使われたらスピラの一大事だよ。確かに。また機械。機械なんでしょ。ちょいちょいって分解するとか壊すとかすればいいんだよ。ヌージの旦那はその気だよ。旦那が言うならもちろん私もね。あー、ヌージは止めようとしてるのか。あんたは？うん、私？
シンを倒した召喚士ならスピラのために立ち上がらなきゃ。うん、あ、なんか、え、じゃあ私らは仲間ってことだ。え、先行って待ってるからよろしく。え、仲間なの？待つ？決まってるだろ、あんたらの飛空艇さ。え、飛空艇乗るの？一遍飛んでみたかったんだよね。勝手に決めるな。なんか仲間になったんだけど。シンが消えて、凪節が来て、うん、平和な日々がずっと続くと思ってた。うん、永遠の凪節。うん、信じて疑わなかったけど、その危うさに初めて気づいた。急に仲間になるやん。まあ、悪いやつじゃなさそうだけどね、ぶっちゃけ。とにかくまずはベベル直行だよ。飛空艇発進。わあ、なんかもう自分の船のように仕切ってるわ。あ、ユナどうする？スピラを救いに出発だよ。あ、ユナんだね。ユナん雰囲気に飲まれやすいんだよな。確かに。ベベルにはたくさんスフィアがあるはず。それをごっそりいただきます。はいはい。何さ、めんどくさい性格。な、喧嘩しながらもいい感じだよね。ベベル突入大作戦、どう見てもヤバい機械兵器ベグナガンの正体を知るためにベベルの地下へ突入だ。どういう作戦で行く？うん、偉いやつを踏んづかまえる、これだね。偉いやつって？ベグナガンのところへ案内させればいいのさ。なるほど。ターゲット決定、新エボン闘技場。そういうこと。捕まえなくても。おとなしいヤサ男だ。護衛なしでは何もできまい。な、舐め切ってますけどね。結構強いんだよな。パイン、お迎えだよ。お前たちは、ふん、青年同盟の回し者か。キリカのようにはいかんぞ。おーおーおーおお。じゃ、あとは頼んだよ。ヌブラン、じゃあ逃げんの。ヌブラン君操作できると思ってた。酔ってた。か、自動で一緒になんか戦ってくれるのかなって。え、ベベル潜入大作戦。新エボン島の総本部であるベベルバ、ベ、ベグナガンはその地下深くで眠っているのか。リフターに乗って地下へ向かえ。あ、はい、乗っていいんだ。ここでね、そういうのできればね。なんかごたごたしてるっぽいね。うん、あ、下に行った。いつも上に行くもんね。あ、これでよかったのか。おお、ここは一体なんでジーンに魔物がいるわけ。本当だよ。しかもゲーミングカラーじゃん。だからジーンはいつでも秘密だらけ。魔物ぐらいで驚くなって。まあ今更ってことね。懐かしいよね。あ、間違えた。宝取りたかった。アサイホイソー、セーブがあるということはここから何かやべえのが出てくるのでは。さっきのやつか。あ、この下にあるのかな。行こう。飛び越えのすごいな。相当にいるとかじゃない、ジャンプみたいな。あ、あ、ついに来ちゃったのね。ノリゴがいたとこか。あ、てかいつの間にルブラ一味来たの。ぷい、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 
潰れたカエルみたいな声でした。おー、結構なんかハイテクな感じのマコーロみたいの。もっとなんか岩に囲まれた秘密兵器みたいな。侵入者を捕らえるみたいな。出口を見張ってて。ザンシーズしようってのかい。もう協力しなよこんな時から。あ、スパチありがとなのね。協力してくれやん。今回だけは特別だ。お、任せておきな。折れたのね。これさ、100コンプリートしようと思ってさ、あれ買ったよ、攻略。まだ届いてないけど。はっ。でもさ、表紙がさ、ちょ、表紙がなんか、これ見ていいんかみたいな表紙やった。まだ届いてないけどね。うん。はっ。ま、表紙がね、あのね、あの、丸々ださんと抱き合ってたね。丸々ださんと、うん。いや、わかんないよね、あれね。過去の思い出のシーンかもしれないしね。お、ムービー入った。あ、ゴールってこと？ロボット映ってたような。なんでこんなところに。つながっている。何もかもがつながっている。おー、そんな気がするんだ。すごいとこだ。ムービーになった。最後来た。あ、代表ですか。誰かと思えばバラライさん、カモメ団の皆さんですか。言わなくても分かりますよ。あなたのことだ。スピラを脅かすベグナガンを破壊しに来た。あ、もうバレてる。そんなところでしょうね。僕らだって壊せるものならとっくにそうしている。どういうこと。でもあれに触れてはいけないんだ。ん？君らもヌージもそれが分かっていない。触れてはいけない。ヌージとは話したのか。あいつは信用できない。あんただってエボンは信用がないな。自業自得か。まあとにかく手出しは無用です。ベグナガンは僕に任せて。どうするつもりですか。僕にできることはベグナガンを壊しに来る者たちを。ええどう。え、ください。なんか説明足りんくない。ユーナ、リュック、なんでそうなったの。ごめん。パイン、パイン、まあ、知り合いだよな、これ。どう見ても。どういうこと。私行くから。パイン、な、なに、どうしたの。訳ありなんだ。後で話してよね。うん、ずーっと後でな。なんなの。待ってよ。つながってるんだね。つながった先に何があるのかな。つながっている。あ、ノルディ。おー、なんか青いの出てきた。なんだこれ。嘘。おー、なんだ。綺麗だね。嘘。召喚獣だよ。え、召喚獣。え、これバファー。バファー、あんた青色になったの。え、消したはずなのに。消えちゃったはずなのに。やめて。ユーナ、聞いてくれるかな。やられたいのか。戦うしかないんだ。そんな。
やるんだ。おお、友の討伐、トロフィー、友の討伐、なんて悲しいトロフィーなんだよ。どうしてかな、とても君に会いたいよ。もうどうしてじゃなくてね、もう家族みたいなもんでしたからね。さっきはありがとう。うん、戦わなきゃだよね。なんでバハムートがいたんだろう。からあ、そういうこと。バハムートじゃなくてティーダについて言ってた。この穴できてすぐみたい。ベグナガンがやっちゃった。なんだろうね、ここナム秘密があるの。すごいよこれ、どこまで続いてるんだろう。広いしね。うん、あれ、ベグナガンはないみたい。ない。私にビビって逃げやがったか。誰かが持ち逃げしたのか。違うと思うよ。何、早いとこヌージの旦那に報告しなきゃね。ベグナガンないよって。お前たち情報収集だよ、しっかり取っときな。えい、アジャオ。ベグナガン、本当にここにあったのか。私の体震えてる。永遠の何節、それが足元から崩れていくような気がして。ああ、またあの悲劇が起こるんじゃないかってね。緊急事態だ。お兄ちゃん、早く戻れ。なんだ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 。どうしどうし。あ、コンプリートだ。三人行くぞストーリー。大変なんだ、一大事だって。一体何が。陣の奥から魔物がワンサーが出てきてるってよ。ほう、どこの陣。あちこちだ、スピラジオから SOS。 どうする。なんか暴走を始めた。そうか、スフィアハンターの仕事じゃないし。まあな、でもユーナが立ち上がったらみんな安心するぞ。どっち。そしてユーナ任せだ。それでも言うな、じっとしてられる。あ、そうだ、お助け屋カモメだってどうかな。お助け屋、魔物を退治して金を取るってことか。ほえまみみ、どう思う。ほれ、それはいい。自力でなんとかできない人たちのお手伝いならいいかな。じゃあスフィアハンターは休業。お助け屋カモメ団。お助け屋になりましたね、急に。どこ行く。ちょっと待った。早く。よくわかんねえが、青年同盟の名手ヌージ、ヌージ新エボン同議長バラナイ、姿を消しちまったらしい。え、ヌージとバラナイが。よし、ほっとけ。お助けやカモメ団、ほっとけって、うん、どこ行く。ルブラン一味は休業中らしい。どういう心境の変化なのかルブランに聞きに行くか。え、なんかあるの。ルブラン、うの、何も心配することはない。似てない。え、やってみろよ。誰の真似。ルブラン、何も心配することはない。人のこと言えるか。何してるの。恋バナしてるっぽいけど。ヌージがいなくなってお嬢が落ち込んでいる。あ、そうか、行方不明って言ったんだ。慰めて差し上げるんだ。ヌージの恋バネ。今のヌージの真似わからなかったか。うん、似ていたとして、マネが慰めになるか。なる。なるよ。はいはいっと。なるらしいですね。出て行っとくれ。スフィアハントしないの。スピラ中のスフィア、カモメ団がもらっちゃうよ。持ち込んでそれどころじゃないんだ。勝手に押し。いくら集めたって、ヌージの旦那の笑顔はなしさ。何が楽しいってんだい。落ちたな。
何とでも言いなよ。ヌージが映ったスフィアを見せるのはどうかな。ああ、ね、何でもやってみれば。そうだ、スフィアだ。スフィア、ベベルで撮ったの見ておくか。何が映ってるの。まだ見てない。ん、俺たちの部屋で待っていてくれ。上映会にしよう。上映会、なんかそこにヌージがいなくなった秘密が映ってんのかな。テレビ、確かに視聴が激しいテレビあったもんね。これだな。ん、あ、この間のあんたたち記録しときなさいってやつか。ここね、ここも宝取ってないし。何これ、ムカつく。なんかアングル おかしくない。お尻とか。なるほど。これはスカだな。いや、宇野のせいにしようとした。ん、そこ、誰かいる。え、どこ、え、どこどこ。拡大してみよう。誰かいる。あ、誰かいる。うん、誰。ヌージだ。え、あの時いたってこと。そこに入ってくね。わしじゃよ。何してたんだろう。気に入らないな。どうしたの。こそこそと秘密だらけだ。あのな、あんたたちがどうしようと勝手だが、うん、お嬢には黙っていてくれよ。なんで、心配していっちゃうから。ベグナガンはどう見ても危険な存在だ。あー、確かに。フィアハンター風情が手を出しちゃ身の破滅だ。だがヌージが絡んでいると知ればお嬢も首を突っ込みたがるさ。お嬢にもしものことがあったら。確かに。あんたも辛いんだね。しかも報われん。これもう一つって、ん、わかりやすい。これもベベルのスフィア。また変なの撮ってるんじゃないの。俺が撮ったんじゃない、拾ったんだ。拾った。だいぶ劣化していやがる。ひどく古いな。ティーダさんの匂いがしますね。ああ、ラナルガンドが降伏しないから戦争が終わらないんだ。誰。違うって。はっ。ああ、そっちが攻撃をやめればすぐに終わるんだよ。ティーダさん、そんな手には乗らんよ。ああ、お前たち、いつか自分たちの武器で身を滅ぼすぞ。え、なんか違う人みたいだけど、いつか自分たちの手で身を滅ぼす。え、おそらく千年前の機械戦争のことでしょうな。千年前の記録。じいさん、いつの間に。おお、びっくりした。メイケンさん、え、牢獄のスフィアをゲット。何それ。細かいことを気にしちゃいけません。いや、気になるがな。それにしてもよく似ておりましたな、カレンに。本人じゃないですよね。千年前だもんね。それはもちろん。何しろ千年前のスフィアです。え、そうですよね。あの人のなんかコピーがティーだ。え、祈り子様がなんか目に焼き付けておいた人物が生まれる可能性もあるってこと か。語ってください。ユーナ様、こんな噂が流れていたことはご存知ですかな、フリー以外とかね。大召喚師ユーナ様には
ダナルカンドから来たガードがついていたと。おええ、ルカでの大会で大いに目立ったキイドさん、あのブリッツボールの選手ですわ、うん、私も何度か彼と話しましたが、スピラの人間とは違う匂いを感じたものです。うんうん、彼と今のスフィアに映っていた人物、うんうん、他人の空にではないでしょうな。つながっている。はいな、ぜひ当人に話を聞いて確かめてみたいものですわ。もういないんです。祈り子様が言ってました。僕らの夢は消える。祈り子の夢ですかな。これ千年前の映像だからもういないってことなんかな、ね、おお。どうしたの。ああ。え、今何かひらめいたのですわ。しかしひらめきはどこかへ。なになに気になる。なに一緒に忘れた。かなわんの。おいじいさん、もう一度じっゆっくり考えてみますわ。ん？ではユーナ様、またどこかで。おいメイちゃん。人はつながっとるのです。人はつながってる。いなくなった人ともまた会えるかもしれませんぞ。え、無責任なこと。ああこりゃ失敬。たわごとと思って聞き流してくだされ。いやー、千年前のティーナさんの元になった人かもしれないけど、ま、メイちゃん匂わせじいちゃんによると、ティーナに会えるかもしれないってことか。でもな、ただいなくなっただけじゃないからな。復活はなんか、実は祈り子様がまだ、運がない奴ら。いらっしゃって、どうにかしてくれるぐらいしかないのでね。あれもな、召喚獣もいたしな。なんかあるんだろうな。谷底の洞窟から SOS 信号だ。昔は稲荷子があった洞窟だから、ジーの魔物と関係あるかもね。クロスコの落ち着く先も決まり、一足ってとこだから、様子を見に行ってくるか。二つあるね。よし、一からやるか。ぐったりしてない？いきなり奥から魔物が。え？逃げそびれた人が何人かいるんだ。それは大変だが、私たちではかなわない。くそ。正直に言うと呆れたんだ。こんなところで遊ぶ方が。わあ、そうなんですけど。取り残された人たちを助け出してくれませんか。引き受ける。ありがとうございます。まあ危ないもんね。お助けやカモメ団に任せなさい。あ、ここ用心棒思い出すわ。祈り棒って何あるんだろう。おー進んだ。ここにいるのかな。用心棒。用心棒がいるんだけど。教えてください。何が起こってるんですか。よ戦うの我々。お久しぶりです。本当だよ、お久しぶりございます。大五郎はいた。ザンマと。ちょ死ぬが。何やったんの。普通にかっこいいけど死ぬが。ちょっと。1。今ちょうど入れたからこれで1になって回復して。じゃらん。バーン。ドーン。はっ。いた。
かんねえ。これ最初からってこと。だって全部できなかった。ポロポロ、ポロポロ、みんなご飯食べてね、ポロポロ。じゃあ今日ここに終わりにしようかな。なぜならばモンスターを育てないといけないからね。そう、パトラはね、今からモンスター育成に頑張ろうと思うよ。裏作業頑張りありがとうございます。はい、ということで今日もありがとうございました。いや、なんか進んだけど謎も増えたね。消えちゃったしね、消えちゃった人たちいるしね。今からモンスター人生をね、育てようと思います。あとサボテンもね、サボテンとかもいろいろありますね。明日はこの続きから始めようかなって思います。まだ先読めないね。あ、ティーダに似た人にも千年前の映像っぽいけど、なんだか本物にも会えるのかどうかっていう。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。